白鷹は海上自衛隊のミサイル艇、早草型ミサイル艇の6番艇。艇名は白鷹に由来する。水雷艇、白鷹、不施艦、白鷹に次いで、日本の艦艇としては3代目である。白鷹は平成13年度計画ミサイル艇829号艇として、三菱重工業下関造船所で2002年10月4日に寄港され、 2003年8月8日に、浸水。2004年3月24日に収益し、佐世保地方大霊下の佐世保警備隊、第3ミサイル停隊に編入された。2009年4月14日から4月27日、長崎県平戸沖漁船転覆事故による、行方不明者捜索に参加。2015年8月29日午後9時半ごろ、中路合同軍事演習。 海上連合2015を終えて、上津島北東 65km を南西に航行する、ソブレメンヌイ2級ミサイル駆逐艦、大衆と玉手2級揚陸艦、雲霧山を発見、監視した。その後、津島海峡を南下して、東、シナ海に入っている。2016年8月16日午後7時ごろ、上津島北西 15km を北北東に航行する、 郊外2型、フリゲート、慶州、洋州、福井毛型補給艦、千島港、発見、監視した。その後、千島海峡を北上している。2016年8月20日、上津島南東 50km を航行する、郊外2型フリゲート、香水、旅用2型ミサイル駆逐艦、西安、福井毛型補給艦、高遊港、発見、監視した。 その後、千島海峡を南下した。2016年8月25日午後8時ごろ、上津島東5 0トルを航行する、郊外新潟、フリゲート、京州、洋州、福井県型補給艦千島港、発見、監視した。その後、千島海峡を南下して、東、シナ海に入っている。2016年10月20日、 カミツシマ北東 100km を南南西に航行するウダロイ級ミサイル駆逐艦アドミラルトリブズソブレメンヌイ級ミサイル駆逐艦ビストリーボリスチリ緊急補給艦ボリスブトマイングル級衛ラタウを発見、監視した。その後津島海峡を南下して日本海から東シナ海に入っている。2017年1月12日午後6時頃 下津島南西2 0 0トルを北に航行する、ウダロイ級ミサイル駆逐艦、アドミラルトリブツ、ボリスチリキン級補給艦、ボリスブトマを発見、監視した。2018年12月11日、鹿児島南方海空域において、海上保安庁と不審船対象に係る共同訓練を実施した。海保からは巡視船、都から巡視船、海門及び巡視船、 高地保が参加した。2021年5月11日から17日に、かけて、護衛艦、伊勢、足柄、朝日、金剛、輸送艦大隅、ミサイル艇、大高、小海機、潜水艦とともに、東、シナ海において日米合仏共同訓練に参加する。米海軍からは、ドック型輸送擁陸艦、ニューオリンズ、豪海軍からはフリゲート、パラマッタ。 二海軍からは強襲揚陸艦、トネール、フリゲート、シュルクーフが参加し、防空訓練、対戦訓練、着上陸訓練を実施する。ウィキメディアコモンズには、白鷹に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。